文春オンラインに、とんでもない記事が掲載されていました。うんこに関する記事だったので、はしゃぎたい思いもあるのですが、内容が若干ガチめなので、はしゃぐにはしゃげない。そんなニュースです。結構長い記事なので、内容を要約していきますね。名前は伏せますが、とある政党の愛知県議が、高級焼肉店の個室で、会食を行ったと、主に悪い方の意味で、最近よく話題になっている、あの大人気政党です。で、その県議たちが個室で脱糞した上、うんこを放置してそのまま出て行った。ということで店は被害届を出したそうです。おい、ふざけるな。焼肉屋の個室はトイレじゃないんだよ。うんちはトイレでしろって、子供の時に習わなかったのか。いい歳して何をやっているんだお前たちは、いい加減にしろ。皆様も、うんちはトイレでしましょう。いやつうかまあ普通は、トイレ以外でうんちをするっていう発想自体が、まずないですよね。店のオーナーは文春の取材に対して、こう話しています。議員先生の中には常連さんもいましたし、私自身も党とは旧民主党時代からのお付き合いがあります。私自身はどこかの決まった党の支持者ではありませんが、店には旧民主党系の議員さんが、よく来てくれたりもしていました。しかし、今回のことはいくらなんでも、コロナ禍で厳しい飲食店に対して、あまりにもひどい仕打ちだと思いました。本当にひどい仕打ちですね。飲食店で脱糞は衛生的にやべえよ。後片付けをする、スタッフの身にもなってください。議員らは飲み放題コースを頼んで、結構酒が回っていたようです。アルバイトの女性が後片付けのために、個室に入ったところものすごい臭くて、すぐにうんこを発見したそうです。いやー信じられないですね。こんなこと現代で本当にあるのかっていう、私もこの時点では半信半疑でした。どうせまた飛ばし記事だろ、と疑っていました。しかし事件当時に撮影した証拠写真を、記者がオーナーから見せてもらったそうです。写真には座布団の横にうんこが鎮座していたと、臭そう、写真を撮っておいたのは、賢明な判断ですね。証拠を残しておくのは大切です。仕事とはいえ他人のうんこの写真を見せられる、文春の記者もちょっとかわいそうですね。まあでもいつもやりたい放題やってますから、それくらいは罰ゲームとして耐えてもらわないとね。焼肉屋で脱糞した時点で結構問題ですが、この後の対応も良くなかったです。後日議員らが菓子折りを持ってお詫びに来たものの、オーナーとしては事件の原因が知りたかったのです。しかし県議らはこうなった原因がわからない。自分たちではないなどと主張。議員らは当時かなり酔っており、タイミング的に従業員のうんこの可能性は低いです。原因が知りたいオーナーに対して、議員らは原因の究明をせず、なぜか隠居中の大物議員を頼って、さらに謝罪を申し出るも、オーナーは謝罪など求めていません。そこで真相を知りたいオーナーが、被害届を出したという流れです。ただ証拠であるうんこはトイレに流しており、捜査は難航しているとのことです。この事件謎すぎるだろ。なぜ運行したのか、その真相が解明されることを願っています。状況から考えると、単純に酔っ払って運行して、そのまま忘れてしまっている。というのが無難な予想でしょうか。しかし酔っ払ってトイレ以外でうんこした、という話はあまり聞かないですね。いくら酔っ払っても自分の肛門ぐらい、コントロールしろよボケが、またこの記事では、うんこを意識した表現がいくつか使用されていました。例えば臭いものに蓋、尻拭い、そしてタイトルには、このクソったれが、とあります。いやよく考えるとクソったれが、って誰も言ってないだろ。何ちょっとうまい感じ出しとんねん。これ書いた記者も、本当は若干楽しんで書いてるでしょ。飲食店の個室にうんこを放置するというのは、到底許し難い蛮行であり、さすがにそう簡単には、水に流すことのできない事案です。でも議員らが酔っ払って、記憶がなかった場合は、もうどうしようもないです。真相は藪の中ってやつですよね。果たして真相が解明される日は来るのか。そしてこの事件は本当にあったことなのか。こんな大人が存在しているなんて信じたくありません。最後までご視聴ありがとうございました。